こんにちは、ケイダです。今日はフラッパ前最後の最強ゲラランキングを発表しようと思います。まあこれはね、フラッパ後にどういう風に変わってくるのかっていうところも楽しみなんで、あえてこの動画を作っております。まあ去年ね、ルシファーが登場してからかなり環境は変わったと思うんですけど、まあ今年のね、新キャラはそこに入ってくれるのかどうかっていうところもね、楽しみなんで、多分入ってくると思うんですけども、まあどう変動するのかが見どころでございます。で、まあ、最初に言っておきますと、あくまで個人的な主観が入ってるんで、まあ、ランキングは結構ね、その人によって意見は違うと思うんですけども、まあ、僕個人的なものなんで、その辺はご了承ください。最強キャラっていうところで、まあ、モンスト内で強いのももちろんなんですけども、スタジアムの方ですね、グランプリとかで使う方でも出番が多いキャラは、特に順位を高く設定しています。では早速いきましょう。第10位はナイチンゲールの獣神化でございます。超アンチ重力バリア水属性キラーの貫通ですね。まあ、ステータスがね、かなり高いし、結構ね、貫通タイプのバランス型って、スピードがね、330から350のキャラ多いんですけども、370といって、まあまあ、平方ですね。で、さらに、エースの水属性キラーがめちゃめちゃ強力ですよね。友情コンボにも乗ってくるし、号令の弾にもキラー乗ってくるし、かなり強いです。他にもね、超 AGB 発動すると、まあ、加速を利用した攻撃がめちゃくちゃ強いんで、まあ、対ボスに対しても、弱点オフとかね、めちゃめちゃ火力が出ます。反射クロスレーザー EL もね、広範囲でめちゃめちゃ強いんですけど、キラー乗ってくると 1.5 倍入るんで超強い。かつ、友情コンボクエティカで持ってるんで、これ発動時は本当に殲滅力半端ないですね。雑魚溶けるわ、ボスめっちゃ削るわって感じで、まあ、めちゃくちゃ魅力的なキャラかなと思ってます。で、先生が一瞬の間、自強化が継続するものですね。まあ、これもね、キラーと相性いいし、超 EGB とも相性いいんで、まあ、なかなかいい、自強化SSなんじゃないかなと思ってます。ただあくまで水属性特化の性能なんで10位っていう感じですね。いろんなところでは使えないよっていうところでございます。今後ね、状態上火炎ブラストがめちゃくちゃ役に立つクエストが出てくるかもしれないんで、その時はね、水属性の幅を超えてくるかもしれません。9位はキミコです。超アンチダメージオール貴族性キラーの反射ですね。まあ、ステータスがね、めちゃくちゃ高い、特に HP なんですけども、28000ヒミコですね。スピードとかも43000ヒミコなんで、かなり動きやすいし、ステータスも高いキャラでございます。こちらもね、ベース属性キラーなんで非常に強力。かつ、まあ、超アンチダメージオールあるんで、発動時はね、攻撃力 1.3 倍になる。プラス、キラーが乗ってくると、さらにね、火力がバケモンクラスになります。それと、まあ、ナイチンゲールと同じく、キラーの乗る後半友情もめちゃめちゃ強いし、まあ、こいつの方がね、十字レーザー EL もあるから、ナイチよりもダメージが出やすいですね。っていうところで、貴族性に対してめちゃめちゃ強いっす。で、SS が、自強化プラス、すり抜け、チェインメテオなんですけど、この自強化の部分がね、自強化とは書いてないんですけども、自強化の倍率が、1段階目 1.75 かな。で、2段階目が 2.5 倍って言って、めちゃくちゃ高いんですよね。なんで、それを利用した攻撃もね、やっぱ強いし、半端ないんですけども、まあ、こちらもね、あくまで貴族性特化の性能なんで、まあ、貴族性以外ではそんなにね、優先性連れていく必要はございません。ただね、貴族性のクエストだったら、砲台になるんで、まあ、ナイチも同じくね、そのギミック対応しなくても砲台になるっていう強キャラでございます。8位は、ワルプルギスです。マインスイーパーよりレーザーストップ、ゲージランチダメージオールの貫通ですね。地味にレーザーストップが活躍します。で、前敵貫通ロックオン衝撃は強いですね。こういうレガーめちゃくちゃ強くて、雑魚が多いとボス火力にもなるし、まあ、雑魚にとってもめちゃめちゃ火力出しやすいんで、非常に優秀で強力です。まあ、貫通するんでね、やっぱりその、もともとのね、前敵ロックオンよりも、やっぱ強いっす。どう考えても強いっす。上位互換ですね。毒以上もね、5万継続なんで普通に強いし、まあ結構ね、その友情コンボ目立つんですけども、地雷所持の殴りも強いから、結構叫び弾とかでも活躍してますね。で、さらに SS が自強化プラス遅延なんで、これに関してはめちゃめちゃ高難易度向けでございます。まあ、本当にね、覇者の塔でもめちゃくちゃ活躍できるし、まあ、爆絶でも使えるんで、幅が広い強キャラです。ただね、やっぱり SS がちょっと重いっていうところと、まあ、ボス単体には友情が支えにくいっていうところがあるんで、通常クエストではそこまで使われないかなっていうところですね。やっぱりヒミコとかの方が高くなるかなっていうところなんですけど、コーナイト性能としても活躍できるんで優秀です。同率の8位がいまして、それはアリスでございます。まあ、最初ね、アリス除外してたんですけども、まあ、やっぱり入れました。まあ、除外理由としては、まあ、最近ね、長距離貫通方面が18増えてきたっていうところと、 SS がその自強化系だけなんでアリスじゃなくてもいい場合が出てきたんですよね。ただまあ、やっぱり回復 M も状態上回復も強いっていうところで、まあ、活躍の性能としてはちょっとワルプルギスと似たり寄ったりなところもちょっとあるんでね、8位にしました。でこのキャラは、まあ、高ステータスっていうところも魅力なんですけど、
まあ、味方回避できるアビリティが優秀ですよね。あまりこういうキャラはいない。リュージョコンボもめちゃくちゃ強くて、どちらも闇属性っていうところがめちゃめちゃ魅力的です。光属性に対してめちゃくちゃ強い。まあでもね、先ほども言いました通り、最近長距離貫通ホミング18が増えてきたんで、ちょっとそこに関する魅力はね薄れてきました。まあターンアビリティなんでね、そのワープがめちゃくちゃ出るクエストとか、まあ、ビットンがあるクエストだったら結構本当に友情コンボ吸われちゃうんで、そういうところでは活躍できないんだっていうところが見られます。第7位は弁財天ですね。こちらは進化、神化ともにやっぱり強いっていうところで紹介します。進化はアンチ威力バリア友情コンボかける2、ゲージでアンチワープと SS 短短縮を持ってます。まあこのね友情コンボですね、味方サポートできる加速友情がめちゃくちゃ強い。まあ実質スピードアップ M みたいな感じなんですけど、2回ね触れることによって加速2回できますっていう感じですね。あらゆる高難易度クエストで適性を持つ、かつ結構ねそのひらめきの友情やってる方だったら分かると思うんですけども、ひらめきでもうめちゃくちゃ使えます。便座ゲーみたいに言われてるんですけども、ひらめきは最近本当にいろんなところで使えます。まあラウドラとかでも適性ですしね、めちゃめちゃ使えますね。神化が闇属性キラー、カウンターキラー、ゲージアンチブロック、ドレインですね。まあ、2種類のキラーがめちゃめちゃ強いし、友情殴りともに強力でございます。8ターンのオールアンチエッセンスも使いやすくて、まあ結構そのクイーンメタリアとかでもね急遽ハマったんですけど、まあ、最近は本当進化の方が使えますね。進化の需要はかなり高まってきたんで、まあこのキャラは出た当初よりもどんどん特に進化がね評価が上がってるキャラかなと思います。6位はセスナでございます。マインスイーパー M アンチウィンドウ、ゲージでアンチダメージオールですね。まあ、アンチミート忘れがちなんですけども、しっかりついてます。ギミックをね、火力に変える貫通キャラなんで、地雷出るわ、ダメを出るわっていうクエストでは、本当にね、火力が跳ね上がります。特に近畿25で、それが見られたんですけども、その後のナルタでもね、めちゃくちゃ強いですよね。まあ、こいつのね、魅力は唯一無二の、放電の友情コンボですね。これが超強力ですね、本当に。電撃よりも広範囲で、威力も上がっていくっていうところなんで、まあ単純に上位互換ですね。一発目の威力だけ電撃には負けてるんですけども、それ以外はもう勝ってるんでね、本当に強いです。エセンスがね自強化プラス追撃なんですけど、まああまり自強化加速はしないですね。若干上がってるんですけども、そこまで加速はしないので、自強化倍率は 1.5 倍で、追撃のダメージもまあまあ高いんで、普通に火力としても成り立ちます。この性能でね貫通っていうところがね本当に化け物ですよね。まあ反射だったらだいぶ評価は違ったと思うんですけど、まあそれは強いんですけども、貫通っていうところがやっぱやばいかなと思ってます。普通にやっぱぶっ壊れです。ガチャゲン性能を追い抜くようなキャラですね。第5位はマナです。進化はマインスキーパー EL とバリア、まあ砲撃型とは思えない高ステータスですね。スピードもめちゃくちゃ高いです。でさらに広範囲の共有情コンボ、インボルトスフィアがめちゃめちゃ強力です。砲撃型ですね。激撃変化大号令も使いやすくてね結構強いんでいいんですけど、ただね SS のターンがちょっと重いんですよね。これで20ターンとかだったらもうちょっと評価高いと思うんですけど、24ターンで考えると今の SS にしては重いですね。現環境で重いです。まあ進化はねやっぱりめちゃくちゃ強いんですけども、こいつ神化はねそんなに使われてないですね。16チョアンチダメージオール、バリア不要。友情コンボも SS もね両方とも悪くないんですけども、これはクエストが悪いと思います。クエストの数が少ないんで、まあこれはしょうがないかなと思ってます。普通に性能としては強いですね。ただこっちも SS のターンが重いんで、まあそういうところでどんどん評価が下がってきたかなっていうところでございます。まあもちろんね進化メインで使うんでバリアも強いし友情コンボも強いし、1体だけ入れておくと本当にね初心者とかからしても非常にありがたいキャラなんでいいんですけど、まあ、いろんな面を考えて高難易度のクエストとかも考えたら評価が下がってきました。4位はソロモンでございます。進化は超 AGB、SS 短短縮、ゲージでバイタルキラーとソウルスティールを持ってます。まあ、重力ね単体のクエストではめちゃくちゃ強いですね。マジで化け物です。こいつ殴り強いわ、友情強いわ、 SS 強いわっていうところで、まあ本当にびっくりしますね。バイタルキラー持ってることによって、まあ、敵の HP が半分になるまでキラー持ってくるんで強いし、まあ、そこに超 AGB による殴りがあるんで、まあ、かなり機動力も高くて強いです。で SS がですねめちゃくちゃ広範囲の爆発大ダメージなんで、これも強いです。友情コンボも敵が重なってたりねすると重複してダメージが通るんで強いですね。進化ももちろん強いんですけども、神化は化け物ですね。マインスイーパー M 超アンチウィンドウ、アンチブロック、アンチマンフォージンって言ってクワトロアンチアビリティです。まあ、超強力な友情コンボ、ゴムスローと貫通弱点の交渉キャラですね。これがまあ化け物です。
攻撃型ですね。最初出た当初はそこまで印象良くなかったんですけど、まあ、使えば使うほど味が出てきて強キャラになってきました。まあ、最近は特にねアンチ魔法陣の活躍も多いし、使えるところが2019年めちゃくちゃ多いです。 SS の自強化プラスバリア付与も、まあ、自強化倍率2倍なんで高いし、バリア付与のそのHP 耐久ですね、それも6万ぐらいでね、かなり高いですね。ちゃんと新春キャラだなっていう風に感じます。進化神化両方とも強いキャラはやっぱり優秀ですね。第3位はモースでございます。進化は超アンチダメージを弱点キャラ、ゲージで飛行と SS ターン短縮、弱点キャラがねかなり強力な貫通タイプでございます。弱点の SS 持ってるんですけども、そこにね弱点キャラ乗ってくるんで、これがもうバケモン火力ですね。さらに超アンチダメージの発動とかしてると本当におかしいぐらい火力出るんで、シュリンガールは一瞬でぶっ壊されましたね。弱点移動とはっていう感じでした。本当にね進化もね校内のクエストでかなり強いし、神化ですね、超アンチダメージより非属性キラーも反射です。まあ、属性キラーの能力の長弾とスプリットバレットがもうぶっ壊しでしたね。もう本当にやばいです。対応できないクエストでもね放題になりますし、非属性のクエストをもう完全に崩壊させました。まあ、水属性でねほんとズバ抜けて強いですよねこいつは。進化も簡易化も強いんですけど、特に神化がこいつに勝るものはなかなか出てこないなと思っています。第2位は小野の小町です。進化はマインスイーパー EL アンチワープ、ゲージで SS ターン短縮とダッシュ M を持っています。まあ高ステータスなんですよね。めちゃくちゃ攻撃力3万1000にゲージ乗ってくるんで、まあそこらのパワー型よりも高いよっていうところ、かつダッシュ M なんで機動力がねめちゃめちゃ高いです。まあ、友情コンボがね状態上回復ブラストというところで、まあ、通常のクエストではまあほぼ使い物にならないんですけど、まあ、高難易度で使えるっていうところで近畿8、18、23、24というところで適正になってきました。もう本当にね進化の評価が今回の近畿でさらに爆上がりしました。もともとはね神化の性能の方が人気だったんですけども、アンチ重力バリア、ドレイン、ゲージでアンチブロック毒キラーですね、こっちもねステータス高いです。ステータス高い上にこっちはね友情コンボ強いですね。クロススティンガーと反射衝撃が6、両方とも非属性です。雑魚にもボスにも大ダメージ与えれるんですけども、毒キラーによって実質全敵キラーみたいになれるんですよね。まあそこがねやっぱ半端ない化け物です。オツとね組み合わせてあげるとかなり強いんですけど、さらに SS を使用するとまあ触れた時毒状態にするんで自動的に毒キラーが乗ってくる、かつ、まあ、ドレイン持ってるんでね、ドレインによる回復もねめちゃくちゃできるんですよ。なんで自強化プラス大回復 SS みたいな感じですね。神化は重力ブロックっていうところと、進化はマイスイワープっていうところでめちゃくちゃ使い分けができる強キャラです。進化神化ともにやっぱりめっちゃ強いんで、まあ、このキャラね当てた方はぜひ A の証つけてください。もうこれはつけておかないとダメですよ、めっちゃ強いんで。まあ、今現状ね紹介してるキャラたちは基本的につけて OK なキャラたちなんですけども、まあ、特に小町はね最近活躍が目まぐるしいのでぜひつけてください。第1位はルシファーでございます。ちょっとねルシファーどうしようかっていうふうに迷ったんですけども、まあ、やっぱりね総合的に見るとこいつしかいないなっていうところでルシファーにしました。超アンチダメージオールバリアの反射ですね。まあ、最強キャラの特権であるバリアを持ってます。さらに超アンチダメージオール発動での殴りも強いし、砲撃型のダブルエナサーと防御ダウンブラストがね強いですね。地味にねそのダブルエナサー当たらない時のダウンブラストもね強いし、まあ隙が少ないキャラですね。で本当にね広範囲の敵に瞬時に大ダメージ与えることができるんで、その死体打ちっていうんですかね、貫通ホーミングとか入れてると、まあ、結構友情コンボの出が遅いもんだったら先に貫通ホーミング当たってからその友情が出てインボルトスフィアとか出ててオーバーキルしちゃうことがあるんですけども、ルシファーの友情はね一瞬でボーンってダメージが出るんで追撃系の友情コンボはね下打ちしにくくなるんですよ。そういうところも魅力ですね。でさらに16ターンから打てる大号令が魅力的でして、やっぱり16ターンってね優秀ですよね。ひらめきとかでもたまに使えるし、まあ、速殺つけてあげれば11ターンで打てるっていうところなんで、この SS は強いなって感じます。ルシファーは1年間最強の地位を守ってきたキャラなんで、まあ、このキャラが今年どう変わるのかっていうところがめちゃくちゃ期待してます。楽しみですね、めちゃくちゃ。まあ、今回ね紹介したキャラたちはまあ限定キャラですね。ほとんどが刹那はねちょっと違うんですけど、ほぼ限定ガチャゲンの中に刹那が入っていくっていうところが本当にバケモンだって感じるんですけども、それ以外のところを見ると重心化まだしてないキャラたちが結構上位に入ってきてます。モーゼ、小町、弁財天とかねいるんですけど、
まあ本当にね、両性能とも使えるキャラがね、やっぱ限定キャラ多いなって感じしますね。進化神化ともに使えるキャラが多いなって感じですね。まあこれがね、もし重進化するってなると本当どういう性能になるかわかんないですけど、まあしばらくはしないで大丈夫ですね、こんだけ強かったら。まあ個人的な主観も含めた話なんで、皆さんの意見とも違うと思うんですけども、よかったらね、皆さんの意見も聞かせていただけると幸いです。コメント欄で教えてください。っていうところで、多分この動画出してる次の日からフラパだと思います。フラパはね、本当にあの暑いし、まあ、水分補給も忘れずにっていうところなんですけども、まあ、何よりもね、やっぱり楽しんでいただきたいなっていうふうに思ってるんで、まあ、僕らステージ出る側からしてもね、見てもらう側なんで、まあ、楽しませたいし、まあ、皆さん妄想を通じてつながっているものなんで、まあ、今後もね、苦手なクエスト、嫌なクエストを出てくると思うんですけども、まあ、今回のフラパを機にやめていた方は復活してほしいし、今後ともね、一緒に盛り上げていきたいなというふうに思っております。もちろんね、ニュース次第なんですけども、やっぱり一度はね、みんなが楽しんだ愛した妄想をね、さらに盛り上げていきたいなというふうに思ってるんでね、フラパに関しては皆さん期待しましょう。あとフラパですね、1日目僕会場にいるんですけど、ぜひね、見かけた方は声かけてください。ガチャ引いてくださいとかね、写真撮ってくださいとか何でも答えます。2日目も途中まではいると思います。途中でね、夕方ぐらいから多分帰りますね。帰って動画の準備すると思うんで帰ると思います。なんで特に1日目来る方はぜひ声かけてください。2日目来る方をね、見かけたらぜひ声かけてください。普段ね、視聴者の方と交流する機会ほとんど少ないんで、まあこういう時こそね、いっぱいお話ししましょう、楽しみましょう。というところで今日の動画を終わらせていただきます。ご視聴ありがとうございました。ぜひ高評価、グッドボタンお願いします。チャンネル登録の方もぜひお願いします。それではありがとうございました。バイバイ。